はい、改めまして、フィンテックの現場でバリバリ活躍するファースト API の理想と現実というタイトルで、中村の方から発表させていただきます。スライドの方を上げているんですが、ちょっと、QR コード貼れなかったので、右上の X の、アカウントの方を探していただいて、そこから見ていただければ幸いでございます。最初に簡単に自己紹介させていただきたいと思います。こちらちょっと自分でも何て呼んでいいか分かんないんですが、ションクとでも呼んでいただければと思います。普段はフィンテックスタートアップのサステンという会社で取締役兼 Python エンジニアみたいな形でやっております。で、 Python 歴の方は大学の時から触ってたので、10年以上やっているということになります。当時は Python2 の文字コードと戦っていて、日本語の、扱いに苦労された方も多いと思うんですが、こんな話をしている時点で、インターネット老人会の会員になってるんじゃないかなと、今自認しております。で、PyCon なんですけれども、過去に何度か参加しているんですが、だいぶご無沙汰しておりまして、実は今回初登壇になっておりますので、本日は何卒お手柔らかにお願いいたします。で、ここでちょっと本の紹介というのをさせていただきたいと思います。今年の6月にですね、ファースト API 開発入門という本が出版されました。基本的には Web API の初学者の方がターゲットにはなっているんですが、コンテナベースで本番環境にデプロイ、本番環境を想定してデプロイするというところまで含めて書いていますので、ぜひ手に取っていただければ幸いです。で、こちらの本は全でですね、無料で公開していたものを、いろんな方に読んでいただいたので、今回出版というところが実現いたしました。で、今日のトークテーマなんですけれども、前半と後半に分けてお話ししたいと思います。で、前半の部分は先ほどの本の内容を、もう5分ぐらいにギュッと縮めてお話しできればなと思っています。まだファースト API 触ったことない方には面白いんじゃないかなと思って持ってきております。で、後半は先ほどのサステンというフィンテックスタートアップでどう使われているかっていうところを一例をご紹介できればと思っています。業務で使ってるんだけど、本番環境には入ってないだとか、あるいは本番で使ってるんだけど他社でどう使われているか裏側を知りたいという方にお勧めしたい、何か持って帰っていただける内容があればというふうに考えております。はい。で、本編に入っていきたいんですけど、その前に今現在ファースト、ちょっとアンケートを取ってみたいんですけど、ファースト API を現場で使われている方ってどれぐらいいらっしゃいますか？3分、4分の1ぐらいですかね。ありがとうございます。じゃあファースト API じゃなくてフラスクだとかジャンゴとか別のウェブフレームワークを使われていらっしゃる方はどれぐらい？こちらの方が圧倒的に倍近く多いですね。ありがとうございます。全く Web API の開発が未経験の方はどれぐらいいらっしゃる？なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、多分、多くの方が別の Web フレームワーク使ってるんだけど、ちょっとファースト API も興味あるなみたいな形で来ていただいているのかなと思うので、ちょっとそういった内容になるべく、触れて話していきたいと思います。はい、じゃあ、ここから前半部分になります。で、今のところの、疑問への解消を一番最初に持ってきちゃったんですけれども、ファースト API は Web API のフレームワークになります。で、これ比較的新しいフレームワークなんですけれども、いろんな、歴史の上にやっぱり成り立っているかなと思っていて、これを紐解いていくのはファースト API を知る、一つのヒントになるかなと思っています。で、有名なウェブフレームワークの一つにジャンゴっていうものがあると思うんですけれども、ジャンゴの上で API を作る、ジャンゴレストフレームワークというのがございます。はい。で、ファースト API も実際、ジャンゴレストフレームワークに影響を受けているっていうのは作者の方もおっしゃっていて、自動で API ドキュメントを生成してくれる点ですね。で、そこで実際にリクエストとかも行えるっていうところで、ファースト API もここの部分を踏襲しているというふうに書かれております。このフレームワークの一つの難点としては、やっぱりジャンゴという巨大なウェブフレームワークの上にその API を作る機能を提供している形になりますので、どうしてもライブラリの構成が重量級になってしまうというところが一つあるかなと思います。
で続いてフラスクというフレームワークなんですけども、こちらは対照的にシンプルなフレームワークになっております。でシンプルなのはいいんですけれども、まあ、そのシンプルがゆえに結構技術したドキュメントになってしまっていたりとか、複雑なことをやろうとすると、まあ、他のライブラリを入れないといけなくて、まあ、そこのインテグレーションのところはまあ基本的に各人に任せられているので、まあ、フレームワークだけ入れとけばいいっていうほどにはならないかなというふうに考えています。はい。で誤解を恐れずに言ってしまうと、今の2つのフレームワークの、まあ、間に立っているというか、そのジャンゴレストフレームワークのいいところを、まあ、フラスクぐらい簡単に扱える、まあ、そんな立ち位置にいるのかなというふうに思っています。 Python にはバッテリーインクルーデッドという哲学ですね、それさえ入れとけば大体のことはできるよっていうものになるんですけれども、 FAST API もまあ同じようなものを目指されているのかなと考えています。はい。でまあ、使われているシーンなんですけれども、 Netflix さんとか Uber さんとか、まあ、大きな会社でも使われているっていう事例が上がっていますし、 OSS 最近だとですね、まあ、チャット GPT とか席巻していると思うんですけど、その世界で使われている、まあ、ベクトル表現ですねを保存するためのデータベースに、Chroma っていうのがあるんですけれども、こちらも中で HTTP のインターフェースとして FAST API が活用されているというのを最近ちょっと知ったりしたので、ご紹介してみました。はい。で、FAST API がどんなフレームワークか、ちょっと中身を見ていこうと思うんですけれども、Pydantic というライブラリーと Starlet という2つの重要なライブラリーの上に成り立っております。で、まあ、一緒にこの Ubicon という SGI サーバーも基本的にはインストールするんですけれども、このサーバーのところがリクエストを受けて FAST API はそれを処理するという流れになります。でデータベースは SQL アルキミとか、まあ、いくつかの OR マッパーに対応しているというのは公式ドキュメントの方にも書かれております。で、まあ、その根幹のところをちょっと眺めてみたいんですけれども、まあ、FAST API のコード、まあ、これだけで完全に動くってわけじゃないんですけど、まあ、基本的にはこんな処理を書きますというのをちょっと抜き出してみました。でこの Pydantic っていうのが、Python のデータクラスみたいな形に今なってるのを見て分かると思うんですけれども、これがまあリクエストレスポンスを行うモデルの部分になります。これだとタスクという名前のクラスになってるんですけど、タイトルというフィールドとデューデートというフィールドを持っています。でまあ、これをインプットとアウトプット、リクエストレスポンスにするような形で、下のようにエンドポイントを定義してあげる、はい、こんなのが、まあ、基本的なコーディングの流れになります。でここからちょっと本の方にも書いたんですけど、3つ私の方からおすすめポイントがあって、ちょっとここを詳しく見ていきたいなと思っています。型安全と SWAGA UI が自動生成されるというのと高速という3点になります。はい。でポイントの1つ目を詳しく見ていきたいんですが、 Pydantic によって型ヒントを実行時のバリデーションに利用するために型安全というのが、ございます。で、まあ、これを知るためには型ヒントというのを知らないといけないんですけれども、まあ、こういう形でですね、この関数でいうと引数のところのストリングっていうのと返り値のところのイント、これが型ヒントになります。で、ご存知かと思うんですけど、 Python は動的片付けの言語なので、型ヒントは基本的には実行時には評価されません。つまりこのバリューのところに例えばブーリアンで入ってきても、まあ、Python はそれを無視してその後の処理を続けようとします。はい。なんですけれども FAST API は Pydantic の力を使ってこの型ヒントをですね、実行時、つまり API にコールした時にも利用することができるようになっているっていうところが大きな特徴になります。例を見てみましょう。 API リクエストのスキーマですね、先ほどの Pydantic スキーマですけど、このように定義されています。で、まあ、今回 due date というフィールドを見てみたときに、まあ、これが date time date という型ヒントが与えられているんですけれども、まあ、リクエストするときになんかこの日付のところが3桁になっちゃっていますという、まあ、分かりやすい例を持ってきたんですけど、これでコールをした場合インバリッドデートフォーマットという形で、まあ、422エラーというのが返ってきます。
なので、まあ、自分でこのバリデーションみたいなのを特別に書かなくても、この型ヒントの情報だけを参考にして、ファースト API がエラーを入ってくれるっていうところが、まあ、一つファースト API の型に関する強みなのかなと思います。で、まあ、ちょっと補足的にパイダンティックスキーマがどういうことできるのかを見ていきたいんですけれども、この型ヒントだけじゃなくて、右側にフィールドというクラスが定義されているのが分かると思います。でここの情報も使われるので、まあ、例えば第一引数のところにデフォルトのタイトルっていうふうに入れると、まあ、あれがデフォルト値として埋まることになります。でここを点点点っていう、まあ、エリプシスと呼ぶんですけども、こういう形にすると必須パラメータになるので、ユーザーがこのパラメータを指定しないと、まあ、エラーが測れるという形ですね。で逆に3つ目のものは何になっていて、任意入力なんですけれども、その場合はこの左の型ヒントのところもオプショナルのストリングという形で書いてあげる必要があります。で最後ちょっと違う例、パスワードの例を持ってきているんですけれども、まあ、パスワードなので最小の長さとか最大の長さ、それから文字数を指定したかったらレグ X っていう形で追加してあげると、それを使ってバリデーションをしてくれるという形になります。はい、続いてポイントの2つ目なんですが、型定義に従ってスワガー UI が自動生成されるため、フロントエンドとのインテグレーションが簡単になるというのがございます。スワガー UI というのは一般的に今 YAML などの形式でスキーマを定義してあげると、それが API ドキュメントという形で、こんな感じのグラフィカルな UI が出てきてくれるというものになります。でファースト API はコードを書くだけでよしなにこれを生成してくれるので、先ほどのエンドポイントの部分の関数ですねを書いてあげると、API ドキュメントが自動的に得られるというのが特徴になります。でもう一個すごいのは、この API ドキュメントが実行可能、ファースト API がよしなにこうつなげてくれているので、ここで実際にエグゼキュートって押すと、その裏側のファースト API にそのままリクエスト飛ばすことができるというところがございます。これも簡単な例なんですけれども、先ほどのタスクのスキーマに対してですね、こういう形でエンドポイントパスオペレーション関数を定義してあげると、ですね、先ほどエグザンプルっていうのがくっついてましたが、そこの例がこういう形で入ってきて、当然この中身を変えることができるんですけども、変えてエグゼキュートを押すと API リクエストが飛びます。でデータベースに書き込んで、ちょっとこの例の場合だと、データベースに書き込んだプライマリーキーを取ってきてそれを返すようになっているので、ID0 のレコードが作られたよというのが返却されるという形になります。はい、で最後ポイントの3つ目としては、 ASGI サーバーの利用を前提としているので高速というのがございます。 Python には AsyncIO というAsyncIO ですかねという、非同期化された、非同期化処理をするためのライブラリが、あるんですけれども、この Async Await っていうキーワードとともに、ファーストAPIのコードを記述するとですね、自分の手元で、すごく簡単なデモアプリを作って、SQL のアクセスを伴うものを、AWS に、デプロイして、テストしてみたんですけども、実際に 38% 速度が向上したというのを確認しております。はい、というところで、3つポイントを紹介してきたんですけども、今のが割とその大枠として重要なところだと思っていて、細かい書き方とかについては本ないし、あと全の方だと無料で読めるようになってますので、ちょっと見ていただければいいかなと思います。あと、ファースト API はこれ読まなくても正直公式ドキュメントがかなり充実していまして、チュートリアル的な内容もありますし、かなり詳細なドキュメントもありますので、読み物としても面白いんで、ぜひ公式ドキュメント、見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ここまでで、が前半部分になります。でここから後半部分ですね、フィンテックスタートアップの現場でどう使われているかっていう、タイトルのところをようやく見ていきたいと思っております。
でそのためにはちょっとどういうサービスを作ってるか、まあ、すごく簡単に紹介したいなと思ってるんですけれども、我々はサステンというサービスを作っていて、これがお任せ資産運用のサービスという形になります。まあ、かいつまんで言ってしまうと、お金を入金したらそのお客さんの資産状況とか、まあ、最初に質問したなんていうんですかね、投資に関する考え方とかそういったものに合わせて自動的に資産運用しますよというサービスになります。でこれがまあスマホで簡単に使えるように目指しているので、まあ、開発自体は一般的なウェブ開発で行っていると考えていただければと思います。で今年の2月にですね、積立 NISA の機能というものをリリースしました。でリリースしたんですが、来年の1月からまたこの NISA っていうのが実は大きく制度として変わることになっていて、まあ、使ってる方は分かるかもしれないですけど、年間の投資額みたいなのが大幅に引き上げられて、まあ、使いやすいものになるということが決まっています。で我々としてもですね、この NISA っていうものの立ち位置が今後ますます重要になってくると思っているので、まあ、ここの開発を実際今目下進めているというところになります。でファースト API を、ね、まあ、いつから使ってるかっていうところなんですけど、創業が4年前で、ウェブ開発を始めたのは2020年の春なので、もうその一番最初のところから3年以上使っているという形になります。はい。で、まあ、金融で Python を使って大丈夫なのかみたいな疑問が、ちょっと正直私も最初選定したときそういう疑問があったんですけれども、まあ、こういう理由で採用しているというのをちょっと紹介いたしますと、まあ、Python に関してはですね、機械学習との親和性、ここがやっぱり当然強くなってきますので、社内の投資判断のチームが実際に機械学習も使ってますので、そこを考えて採用したというところがあります。でファースト API はやはり一番期待しているのは型安全というところですね。はい、ここちょっと口述するんですが、それがあります。で3年ぐらい前に、まあ、ちょうど日本でもそこそこ採用例が出てきて、まあ、早いらしいよっていう話を聞いたりだとか、まあ、実際に触ってみてスワガー UI の自動生成がすごいよねっていうのが、まあ、あの実感としてもあったので、まあ、フレームワークとしての将来性を感じて、採用したというところがございます。でまあ、ちょっとどんなことをする Web API を作っているのかっていうところなんですけれども、Web アプリとスマートフォンアプリ2つのインターフェースがあって、まあ、その両方がこの Web API に接続しています。でこの中でもいくつか機能があって、例えばまあ口座を開設するとき、僕たち金融のサービスなので KYC と AML という、まあ、ちょっと専門用語になっちゃうんですけど、こういった処理をしないといけない。それからクリティカルなところだと、お客さんの入出金を扱うところは当然金融機関と接続する必要があります。あとは日々のお客さんごとの口座管理、まあ、あのお金とあとは投資信託の口数みたいなところを管理して計算するんですけども、そこの勘定システムも内製で作っております。なので、まあ、今の聞いて、時間枠か分かんないですけど、金融の API はやっぱりミッションクリティカルな API になりがちかなというふうに私としては考えております。でここでようやくあのタイトルの理想と現実みたいなところをちょっと紹介させていただこうと思います。一つ目は型ヒントに関してですね、まあ、基礎編のところでも説明した型ヒントに関してなんですけれども、まあ、こんな感じでちゃんと定義してあげようよっていうところが、まあ一般的な使われ方かなと思います。で、まあ、現実問題型ヒントって、まあ、つけようと思ったらいろんなところにつけられて、まあ、例えば変数宣言するところとか全部つけることができるんですけれども、ちょっと私が問題だと思うのはやっぱ静的片付け言語ほどは IDE がすごいサクサク動いてくれるとも言い難い、まあ、だいぶ最近は良くなってきてると思うんですけど、まあ、そこが一つ問題と考えています。あとあんまりむやみにいろんなところにつける、当然コード書くのもダラダラしちゃうし、可読性も落ちてくるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、僕たちのチームの結論としては、まあ、変数の代入、例えばこれとかだと思うんです。このユーザーって右側にクラスがあるんだから、もうこの左側は型ヒントを与えなくても当然わかるよねっていうのが見て取れると思うんですけど、はい、まあ、こういうところまでは基本的にやらないようにしてます。
まあ、なのでちょっとあんまり気張りすぎないというか、静的片付け言語ができるのと全く同じチェックまでは目指さなくて、まあ、簡単なところで言うと関数の引数とか返り値、それからまあ当然パイダンティックのスキーマ、そういったところには必ず型ヒントをつけようというぐらいの緩めのルールで運用しております。で、まあ、ちょっと関連して型ヒントに関連して一つ実際に開発しているときに起こった問題を紹介しておくとですね、ちょっとこれダミーなので分かりづらいかもしれないんですけど、メソッドを拡張するとき、まあ、1個変数を引数ですね、引数を追加したんですね。で、これがまあいろんなところで呼ばれる関数だったんですけども、1箇所だけあんまり呼ばれないパスのところで修正漏れがあって、まあ、この2個目の引数に対して、値を与えてあげるのを忘れてしまったという問題が、まあ、あるあるかもしれないですけど、起こりました。で理想的にはまあテストをちゃんと書こうねみたいなのはあると思うんですけど、まあ、やっぱり完全に網羅するっていうところは難しいかなと思っていて、まあ一つの解決策として静的解析ツールですね、今回の PyCon でも何度も出てきているところですけれども MyPy というライブラリーを導入しました。で、そうですね、まあ、先ほどのみたいなこういうエラーがあったときに、こういう問題があったときにちゃんとこういうエラーを入ってくれるというものになります。で、MyPy っていうライブラリーはいろんな型チェックをしてくれるんですけれども、まあ、僕たち、まあ、途中から導入したのでこれ1個入れてバンって叩いたらめちゃくちゃいっぱいエラーが出てきちゃって、そのままじゃまずいねってなったんですけども、まあ、ここはちょっと対症療法的にといいますか、欲しいものを拾い上げて、その他、まあ、これは現時点ではなくても大丈夫だよねっていうのを考えてブラックリストに入れていくという方針で、導入することができました。で、まあ、ちょっとずつそれを外していく、理想的な形にしていくっていうのが、まあ、同じようなステータスの方がもしいらっしゃったら、方法としてあるんじゃないかなと思ってます。なので、はい、PyDantic の型ヒントすごいんですけども、まあ、やっぱり静的解析ツールとかちょっと別の形で、導入してあげることで型チェック自体を強化できるんじゃないかなと思っています。でちょっと型に関するチップスを一つ持ってきているんですが、金融の世界だと小数点を使う計算っていうのが、出てきます。で、まあ、これ 0.1 っていうフロートの値なんですけれども、これをストリングに直して15桁目ぐらいを見ると、まあ、全然違う数字が出てきてるっていうのが分かると思います。でこれはまあコンピューターが不動小数点2進数をベースに計算しているので、まあこういう10進数の世界との差分が出てきちゃっているんですけれども、まあ、これに対する解決策としては、まあ10進数をそのまま10進数と扱ってあげられるデシマルという型がありますので、そちらを勘定系のシステムでは使うようにしています。まあ、MySQL とかも対応しているので、まあ、そのまま保存することができます。で、まあ、注意点なんですけども、ここで結局フロートで与えちゃうと、さっきと同じことが起こるので、そうじゃなくてストリングで与えてあげる、ないし、まあ、イントの時からデシマルを使って四則演算は全部デシマルでやるっていうところがポイントになってきます。はい、続いてまたスワガー UI のところに戻ってくるんですけども、一般的な使い方としてバックエンドで定義したものをフロントエンドのデバッグに使うっていう形になります。なんですが、ちょっと私たちの会社では飛び道具的にですね、このスワガー UI を使ってまして、まあ、実はビジネスメンバーが使うツールとしても活用しているというところがあります。まあ、例えば一部のユーザーのステータスをこう変えないといけないというようなオペレーションが発生したりするんですけれども、まあそういう時に使います。で、イナームで例えばパラメータを定義してあげると、まあ、セレクトボックスが出てきたりとか、ファイルのダウンロードみたいなのも、このスワガー UI でできますので、まあ、結構リッチな UI になっていて、まあ、API を書いただけで自動的にこの UI がくっついてくるっていうところが、まあ、特徴かなと思います。はい、なので、まあ、特殊な知識がなくても、誰でも API を使えるというインターフェースがついてくるとが一つポイントになってくるかなと思います。はい、なので、まあ、ファーストエピア業務を支えるツールにもなりうるというところが、私は大きな特徴だと思っています。はい、続いて、非同期の話題、こちらも気になる方多いかなと思います。この AsyncIO というライブラリーを使って、この Async だとか Await っていうキーワードを用いて、
この関数をコルーチンという形にして呼び出すことになるんですが、まあ、実際ですね、このさっきのこの書き方に慣れてないとやっぱ どういうふうに書いていけばいいのかわからないっていうところが一つハードルとして、まあ、必ずあるかなと思ってます。詳しい方はいいんですけど、チーム開発をやってるとやっぱりここの知識がない方っていうのは、いっぱいいらっしゃいますので、まあ、そこをちゃんとチームとしてこれをメンテしていけるよねっていうところを、考える必要があるかなと思っています。で、まあ、この Async IO に対応してないライブラリーとかもあるので、まあ、結構判断に迷うポイントもあるんじゃないかなと思っています。で、我々なんですけれども、まあ、この Async IO を使った書き方じゃないコード、でも、ですね、まあ、十分パフォーマンスが出てるんじゃないかなと思ってます。ヨシナにファースト API がスレッディング処理をやってくれますので、まあ、無理に先ほどみたいな書き方をする必要がないんじゃないかなと、思っております。で、まあ、我々のようなスタートアップとかだとそんなにめちゃくちゃクエリーが飛んでくるわけじゃないですので、まあ、言ってしまえばこう、スケールアウトさせることで、まあ、十分対応できているという状況になります。はい、なのでですね、ファースト API 導入するときは Async IO を使うかどうかは先ほどのメンテコストの観点をと照らしていただくのがいいかなと思ってます。公式ドキュメントでも実際、まあ、よく分かんない場合は普通のデフでやればいいよって言ってるので、はい、まあ、ここに関してはもう本当に必要なところでだけ使うっていう形でいいんじゃないかなと思ってます。非同期化が複雑そうだからファースト API ちょっとなっていう声とかを聞いたりもするんですけど、まあ、そういったハードルにはならないと私は思っています。はい、すみません、時間がなくなってきて、ちょっとここはしょりはしょりいきます。エラーハンドリングなんですけど、この HTTP エクセプションっていうのを通常、使うんですが、ですね、まあ、こうじゃないエクセプション入っちゃったときに、このインターナルサーバーエラーっていうストリングでエラーが返ってきちゃうと。なので、フロントエンドが JSON を想定していたときに、まあ、そこが壊れちゃうっていうところはあります。なのでこのベースクラスのエクセプションに対してエクセプションハンドラーっていうのを登録しておいてあげると、こういう形で JSON で返すことができるので、まあ、チップスとしてこれをおすすめですので、ぜひ保険としてやっていただけるといいかなと思います。はい、最後、駆け足になっちゃったんですけど、まとめです。言いたかったのは、今時の禁煙システムは、まあ、今見た感じの普通のウェブの技術の結晶でできてるよっていうのが分かっていただけたんじゃないかなと思います。あとは、まあ、業務の効率化みたいなところもファースト API でできるというのがあります。はい、あとは型ヒントと、バリデーション、静的解析ツールとかを有効活用して、あと今日は話さなかったんですけど、テストもですね、当然ちゃんと書く必要があると思っていて、この辺さえ押さえておけばミッションクリティカルな世界でも Python と Fast API で十分戦っていけると思っています。はい、あと、まあ、最後型ヒントとか、非同期化とか完璧を求めすぎないでやるというのが、まあ、うまく長く付き合っていくコツかなと思います。はい、以上になります。発表ありがとうございました。質問がある方は挙手をお願いいたします。はい、こちらの方。2つお聞きしたいんですけど、1つがまずその型ヒントを、理想と現実の話の中で型ヒントをつけるの大変で、こうまあなんかこう、まあ、読んで分かる程度にっていうお話だったんですけど、まああれはなんていうか、まあ、パイランティックのところはちゃんとつけてるってお話だったんで、必ずしもなんというか、ファスト API と関係あるというよりは、まあ、型ヒント付きの Python をどう書いていくかっていう一般論的な話として理解するので、間違ってないですかっていうのが、まずちょっとクラリファイングクエスチョンとして、まず一つ。もう一つは、その、なんか理想と現実っていうから、なんか、まあ、ファスト API のつらみみたいなのが聞けるかと思ってたんですけど、なんか案外、ファスト API 良さそうだなっていう、まあまあ、別にいいんですけど、ちょっとつまり、なんていうか、じゃあ、あんまりその、そのファスト API の、その、まあ、プラス部分として、まあ、言われていたその、バリデーションであるとか、そのスワガー UI みたいなことに関しては、まあ、そのファスト API そのものに関してはそんなにじゃあ大変だったり厳密、若干厳密だったりってことがあるようなことはそんなになかったってことですかね。それともあったらちょっと聞いてみたいなってことですかね。はい、ご質問ありがとうございます。一つ目のところは型ヒントに関してですよね。でおっしゃる通り、基本的には、まあ、パイダンティックのところだけだと思っていて、まあ、あとは、まあ、そうですね、おっしゃる通り一般的にどれぐらいつけるかという、話になると思っています。はい、なのでその通りで、
はい、まあ、多分ファーストAPIに限らず、いろんなところで同じような形で書けるといいと思います。まあ、ただパイランティックを使っているので、そもそも買ったヒントを書かないと何もできないので、他のところも当然書くよねみたいな、そんな流れでちゃんと書いているというところがあります。で、2つ目のご質問は、まあ、つらみみたいなところですね。はい、どうなんだろう、私としては、まあ、これでも結構いくつかなんか辛い話とかあったと思うので、あんまりその心情的に辛いみたいなのは正直、ないかなと思います。はい、フラスクを使ってても私はまあ感じなかったんですけど、どちらかというとこう、まあ、先ほどの諏訪が UI とか、まあ、今までできなかったことができできるようになってるから、割となんか時代が進んだなというふうに感じていて、逆にそうですね、まあ、私は結構フレームワークとして洗練されているかなと思っているので、すごいバグを踏むみたいなところはないです。まあ、ちょっと1個だけ話があるとすると、その先ほどちょっとファイルのダウンロードの話をしたんですけど、そのダウンロードするファイルの文字コードを変える、 UTF-8 と ShiftJIS を変換するみたいなことをしようとしたときに、ファースト API がそこまで確か対応してなくて、中のスターレットのコードに埋め込まれちゃってるんですよね。で、それをいじるのが結構何人かでチャレンジしたんですけど、簡単じゃなかったっていうところがあって、まあ、ひょっとしたらミドルウェアとか活用すればできるのかもしれないですけど、すごく地味に解決できる問題ではなかったというところはあります。今みたいなお話を聞きたいでした。なんかつまり上に重なってるフレームワークだから、はい、ちょっとその下に降りなきゃいけないことが発生した時にちょっと大変になったりしたみたいなことって、そうですね、そこがカスタマイズ可能っていうふうには少なくとも見えなかったので、うん、なんか例えばそのパイランティックによるバリデーションみたいなのが、なんか思ったよりちゃんと効いてなかったりとか、あるいはその書くのが思ったより、そのさっきみたいなあのタイプアノテーションを書くのが思ったより大変だったみたいな、そういうことは実はそんなになかったりする。そうですね、タイプアノテーション、うん、いや全然あの、ね、全然楽な質だったら全然それで全然、うん、パッと思いつくところだとそうですね、そんなになかったかなとは。じゃやっぱセールスポイントについてはもう全然信用して大丈夫ってことですと私は思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ございます。時間になりましたので中村さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。